ハイアイルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。この辺りにいるっぽいな。ボルカニックリーパーペッパーだ。いた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 。おい、こっちだ。スプリガンたちが手に負えなくなってる。奇襲するのが一番だ。こいつの背後に回って蹴りを入れてくれないか。分かった。やっちまえ、ぶっ飛ばせ。どうだ。よし、燃えろ燃えろ、クソ野郎。ありがとう。待て、また次の来た。今のは何だ。ああ、お前もやられている。普通にやったらよかったんじゃない。ボルカニックリーパーペッパー、これだ。よし、あとはブルケシュの肉。なんでもいいのか、ブルケシュの肉でやれば。いや、なんか多分特定のブルケシュの肉だ。なんでもいいわけじゃない。これでいいんだ。エリア内にいるブルケシュを倒してほしいってことだったんだな。なるほど。ルランシャルに行こう。まずよし、なんか追いかけてたのかな、プレイヤーさんは。走ってくるけど、向こうからどんどん。間違ったか、こっちだ。これだな。
この上にスカイシャドウがあるっぽいんだけど、この上だな。今は取りに行けそうにないな。行けるかね。あの手の上かな。なんかスプリがいたよね、でかい。いた。この先だ。こいつら逃げたら死ぬの？そんなことないから逃げてみればいいのに。これです。よし。降りれないか、うまいこと。嫌な予感もするけど降りれないか。この後手あったよね。あったあった。よいしょ。よし。はい。よし。いけたな。チラシを貼る。すぐに戻る。君のような人には会ったことがない。そう。なんだ。私も同じ気持ち。あなたのようなシーエルフに会うなんて。クエン。そうか。あなたも私を誘惑するんじゃないでしょうね。まあ悪くないけど。あ、いや、つまり、はあ、言い直す。あのシーエルフは私の邪魔ばかりするし、パートナーのウミンデュオルは姿を消した。不安になるわ。仕事を彼抜きでやらないとならないなんて。ここでどんな仕事をしてるんだ。ルランシャラのシーエルフがドルイドの遺物を見つけたの。私たちの雇い主は騒ぎを起こさずに確保したがってる。なるほど。でもウミンディオールがいないとこの仕事には時間がかかる。ここに長くとどまるほどややこしくなるし。なぜウミンディオールがいないと時間がかかるんだ。彼は遺物に関して何か情報をつかんだけど伝えてくれなかったの。彼を探しながらキャンプを捜索するのは私が二人いないと無理。そうだ、ねえ、手伝ってくれない？二人いればできるわ。遺物以外に見つけたものは何でも持って行っていいから。うん、分かった。パートナーの捜索とドルイドの遺物の入手を手伝おう。あなたと一緒に仕事をすればいろいろ問題が解決する。ウミンディオルが見つかったら遺物の情報を教えてもらえる。見つからなくてもその時間を使って私たちで調べればいい。効率的ね。さあ、分かりましょう。分かった。何をすればいい？あなたはウミンディオルを追って、うん、私が見つけたら私を置き去りにしたことを怒ってしまいそうだしね。なるほど。どうなっても何も解決しない。それに失礼だとは思うけど、うん、私はまだあなたの仕事を見てない。私なら人目を避けて捜索できる。なるほどね。で、どこでウミンディオルを探せばいいんだ？そこの扉を通って女を追っていったわ。そういうキャラなのか。それからここが私たちのキャンプ。彼を見つけたらここで合流しましょう。うん。人目を避けてね。衛兵に見られたら隠れる場所を探すの。集落全体を警戒させたくないから。分かった。自分のことを話してくれないか、クエン。まだ自己紹介もされてないけど大した話はないわ。なぜ名前知ってんだろう。まだ参入したばかりなのよ、この調達の世界にね。盗賊ギルドね、うん、今はしっくりくるかどうか試してるところ。もちろんあのシーエルフに見られたのは良くない出だしね。なるほどね。どうやってこの仕事を得た？この手の仕事を扱う仲買人を見つけたのよ。なるほど。説得したら詳細を教えてくれた。ああいう人たちは新人はなかなか信用しないのよね。最初はすごく恥ずかしい思いをしたわ。犯罪者っぽい口調にしようとしたら相手はそんな喋り方じゃなかったの。なるほど。で、どうやってウミンディオールと出会ったんだ？
仲買人は熱意を買ってくれたけど、経験不足が気に食わなかったのね。それでウミンディオルと組まされた。相棒を失って失望されたくない。悪い評判が立ってしまうもの、うん、仲買人はドルイドの異物について何か言っていたか。仲買人からは最近シーエルフが見つけたってことぐらいしか聞いてない。何かの種じゃないか。異物はルランシャラにあると言ってたけど、それ以外説明はなかった。集落を調べればもう少しわかるかもね。ルランシャラについては、美しい場所よね。仕事じゃなければ景色を楽しみたいわ。元は古くからのドルイド集落だったみたい。彼らは記録を残さないから用途は不明だけど、ある時シーエルフがやってきた。今じゃ彼らが定住し太陽を満喫してる。なぜシーエルフはルランシャラを奪ったんだ。普通シーエルフは人目を避ける、うん、それも極端に。でもドレッドセイルは違う。彼らは思いのままに行動する。見てこの場所、できるなら引っ越してきたいでしょ。いやそんなことはない。地図に記したところへ向かいましょう。ウミンディオルが無事だといいけど。わかった。これ道とかってある？一応なんかあるっぽい気がするな。これか。船が止まってるんだ、あそこね。あ、もうシーエルフの拠点だ。元はドルイドの拠点だったかな。ネリの部屋。お、君か。もうちょっと寝かせてくれよ。もうちょっとだけだぞ。じゃあハルトも当たらん。ドロイドのゴールド、さすがに盗みは良くない。泳げろ。もう無理だ、ちょっと休もう。なんて元気なんだ。私は限界だよ。ウミンディオル、クエンが仕事の手伝いを求めているぞ。クエン仕事？後でいいだろう。喉が渇いた。水桶を持ってきてくれないか。君のおかげでクタクタなんだ。私のおかげじゃないだろ。だから世話の焼けるやつだ。ほら持ってきたぞ。これもくらえ。なんだ、ネイリじゃない、誰だ。あ、お前そういうことか。なぜこんなことを。びしょ濡れじゃないか。せっかくいい気分だったのに、お前のせいで台無しだよ。シーエルフが来ると思ってたんだ。美しく官能的で、それは元気だシーエルフが。なのにいるのはお前だ。どこから来た。クエンに捜索を依頼された。彼女は異物について何をしているか、何か知っていると思っているぞ。異物？そうだ。ああ思い出せない。シーエルフのワインは強いんだ。それに甘い。ああ待てよ。そうだ、ネリが情報を持ってる。ネリ、それで後をつけてたら逆に見つかったんだ。う、待ってくれ、まだ酔いが。彼女に見つかった後どうした。ここに引きずり込まれた。予想もしてなかったよ。今は本当に腹立たしい。あのメモ、誰かが持ってきて、その後ネリが悪態をついて出てった。テーブルにある。読んでくれないか。私はダメだ、目が霞んでる。ネリ、ネリ、
忙しくしているようだが、本当の任務のために少しは体力を温存しておけ。ミナヘルはあのエロリエンとラニウィスの、バカどもが何をしたのかはっきりするまで閉じ込めておきたいと言っている。奴らは古いドルイドの部屋にいる。俺たちが普段酔いつぶれたり暴れたりしていた船乗りを酔いが覚めるまで閉じ込めている場所だ。シーウィッチよりも、先に奴ら同士で殺し合わないように見張っておけ。今は奴らにそれなりに、元気なまま生きていてもらわねばならん。ミナヘルはなんだか知らんが、奴らが起動させたものを元に戻すため、二人を生かしておく必要があると何度も念をしている。ミナヘルは奴らの愚かさに怒り狂ったかと思えば急に冷静になる。そういう時は彼女に魅力を感じるよ。普段なら恐ろしい存在なんだが、しかしドルイドが不気味な儀式をしていた場所に場所にあった古代の遺物を使ってみようなんて見ようと思うなんて相当なバカだな。それはそうと、お前の新しいおもちゃに嫉妬した方がいいか、モリーグ。お前が新しいおもちゃか。まだ濡れてる。おまけに寒い。嫌な予感がするぞ、クエンの友人よ。メモには何て書いてある？可愛いネリはそれを読んでいなくなったんだ。メモによれば二人が古代の遺物を使ったようだな。見せてくれ。そうだ、思い出した。ネリがその遺物の警備をしたんだ。それで私は彼女を追いここに来た。彼女は文句を言っていたよ。バカが二人行くべきじゃない場所に行ったって。であれを使った。怒ったなりも悪くなかったぞ。ネリは遺物の場所を話していたか？いや、でもそれを知ってる二人は分かってる。ミナヘルが浜辺にある看板に閉じ込めたんだ。怒ってるかもな。どんな話が聞けるか言ってみよう。私も協力するが、酔いが覚めるまでもうちょっとな。感冒で会おう。分かった。閉じ込められたシーエルフと話してこう。立つだけで痛い。腕も痛い。というか体中痛い。ネリに会いたい。そうだ、すぐに戻ってくるかもしれない。質問があるなら早くしてくれ。なければ浜辺の感冒で会おう。二人に異物のことを聞くんだ。ネリの注意を引いている間に分かったことあるのか？それはもういろいろと。あおり、そっちの話じゃなかったか。そうだ、覚えてることは話したよな。ネリは衛兵だ。そしてバカが二人発動した異物、何を意味するのか。シーエルフはとにかく秘密主義だ。考えは読みにくいし人に話そうとしない、いつも人からネリのような扱いを受けるのか。ことそういう方面ではそれなりに運がある。でももちろんこれは普通じゃない。なぜだろうな。私を見てわかるか。少し威圧感が強すぎるのかもな。きっとそうだ。でそこがネリを引きつける。彼女も強い女だから。つまりここには引きずってこられたのか。岩の後ろに隠れてるのが見つかって視線があった。彼女が近づいてきた時逃げるべきなのは分かってたんだ。でも目をそらすことができなかった。襟をつかまれた時はおしまいだと思ったよ。彼女が激しくキスしてくるまではな。でここに来たんだ。なるほどね。メモはシービッチに言及していた。何か知っているか？シーエルフの聖職者じゃないかな。あるいは魔法の指導者か。正直言うと推測することしかできないんだ。来る前に読んでおく必要があるとは思わなかった。多分ネリがもっと詳しく教えてくれる。再会した時に時間があればな。なるほどね。ルラン社について何か知っているか？古いドルイドの集落だったと思う。名前で想像つくよな。この島全体がそもそもドルイドのものだった。今はドレッドセイルがここにいる。何を企んでるんだろうな。自分のことを何か話してくれないか？確かに私は強いワインで少し酔ってる。ワインよりも強い女にもな。でも知らない奴に自分の秘密を話したりはしない。覚えとくんだな。この手の仕事じゃ自分の話はしないものだ。それに私をびしょ濡れにした件もある。まだお前を友達としても認めてないからな。面白いアルタマだな、お前。ちょいちょいいるんだ、面白い。ああ、シャツがあった。で、なるほどね。これ何？ランタンみたいな。なるほどね。シーエルフと関係を持つアルタマ。やっちまった中にもしかしてネリがいたら、すまんな。
一緒にやるよ。まずはチラシを貼ろう。そもそもそういう目的だ。これか。チラシスポット。はい。なんか素敵な場所だ。まあドルイドの集落だからね、そもそもはね。あんたなんか。全体の藤壺みたいなもんよ。お前を見ただけで体中の血がたぎる。もう今すぐあんたが必要なんだ、狡猾なババアがね。どういうこと？なんかのやり取りをしてたのかな。何これ。チラシスポット。これ何、これは何だろう。なんかこれ後で来そうな感じがする。出口あんだ。そして上か、これチラシスポットか。結構広いね。あの岩の顔見たか。どこだろう、上なのかな。あ、でもそっちから曲がれる。見つかっていません。ミリか。見つかってんな。おい、お前もか。ベクよ、見守って。寝てな。チラシスポットどこなんだい。チラシスポット上でした。なんか隠れれる場所みたいなあんだ。別になんか全然そんな隠れる必要なんてある？これ。向こうだね。ほっ、よいしょ。確かに綺麗だわ。あの入り口はあのマグマだらけだったからあれだけどさ、この集落は綺麗だわ。なんかリゾート地みたいだもん。まるで。なんかマオマーが好きそう。こういう場所。なんかマオマーってさ、あのなんかリゾート地みたいなところに住んでそうな感じするんだよね。船か。わかった。でも泣かないでよ。結局やる羽目になる。
くれたの。チャンスがあるかも。ん？え、船の中だ。あなたに会うまでこんなに戦ったことなかった。これからチラシをね、貼って働き口を探しているっていうのは、なんかここで働いてみたいなチラシを配っているね。さ、配るやつがシーエルフ皆殺しにしていったら意味ないよね。これは完全にやり方間違ってんな。で、捕虜を探す。このテントの中。指図されるのね。踊ってるね。私のことを考えすぎて疲れたのね。これか。お？きっとこの辺りにいるはずだ。これはなんだ？お祭り騒ぎか？ああ、違うって。最近騙されて。落ち着いて。この見知らぬ人たちが助けるよ。エロリエン。いいのか助けてこれ。ああ、痛くて頭がまともに働かない。話をしてくれるやつを探してくれ。髪型変えたな、お前。あら、こんにちは。美味しそうな人ね。どうかラニウィスは無視して。彼の嫉妬は私とあなたの関係の邪魔にならない。あそこの鍵を私たちに渡して、4人でどこか秘密の場所に行かない？こんなもてなしはふさわしくないもの。見つけた遺物について教えてほしい。それから支援してる。ああ、シーウィッチが埋もれた洞窟でドルイドの祠を見つけたの。彼らは情熱を祀った祠だと考えてる。遺物はその中よ。近づくと温かさを感じて気持ちが高ぶると聞いて、私とラニウィスは興味を惹かれたの。何をしたんだそこで。みんなが眠ってる間に忍び込んだの。異物のそばに立つのは素晴らしい感覚だった。私たちも情熱を少しもらうことにしたの。そしたら異物が光ったの、その瞬間駆け込んできたミナヘルに引きずり出されたわ。少し楽しみたかっただけなのに。その異物は今どこにあるんだ。シーウィッチは罰として私たちをここに放り込んだ。だから知る限り異物はまだ洞窟にある。崖の上で見つかるはずよ。でももうあの素晴らしい感覚はドレッドセール中に広がってる。彼らが怒る理由がわからない。鍵を手に入れてドルイドの洞窟に向かおう。ドルイドの洞窟は西の崖の上にある。あなたの用事が終わったらまた会いましょう。ラニウィスと私と一緒に過ごしてくれると嬉しい。ボー君ミナヘルには気をつけて。他人が楽しんでるのが許せないのよ。解放したらパートナーと一緒に無事に帰れるか。あのね、ちょっと手荒に扱われて困るようなら、ドレッドセールは長く生きてない。だからミナヘルが私たちの楽しみを台無しにしたって、私はもう一度行きたい。ラニウィスと私は何も危ないことをしてない。ミナヘルが太陽に炙られて朽ちますように。で、二人はどこに行く。あなたには言わない。あなたはミナヘルを侮ってる気がする。ミナヘルに捕まった時ペラペラと喋られたら困るもの。愛しい人と私が無事に脱出するためよ。で、シーウィッチとは誰のことだ。ああ、砂浜にいる退屈な奴らよ。海とつながりがあるってだけで私たちより偉いと思ってる。中でもミナヘルは最悪。すごく口やかましいの。私たちはドレッドセールよ。主人はいらない。まあ、欲しい場合は別だけど。洞窟へ向かえ。私は彼らを解放する。じゃあ頼む。
じゃあ二人は遊びで異物を起動したのか。そうみたいな。シーエルフの高職な振る舞いも説明がつくな。それに私のもだ。お前がドルイドの部屋を探しに行ってくれるなら彼らは解放しよう。誰も動かしてないといいが。異物はまだそこにあると思うか。あの異物をそのまま残しておいてくれればいいが、期待しすぎかもしれないな。手に入れてここを出て、この件とは二度と関わらないようにしよう。ああ、頭がちゃんと回れば。彼らについてどう思う？あまりにも陽気にはしゃいで、ルランシャラのシーエルフ全員がいい気分になったってやつか？最高だよ。正直感謝してる。今日は彼らのおかげで楽しく騒げたからな。わあと、ドルイドの洞窟だおう。それで踊ってんのか。私たちを解放しても私のエノリエには触らせない。静かにラニビス、彼らは約束を守った。それに3人なら楽しい。入ったな。見ていけばよかった。まだ相手はいない。まあいい。で、私はここに行けばいいんだな。彼女にはいつも拒絶されてた。あんたなんか全体の藤壺みたいなもんよ。お前を見ただけで体中の血がたぎる。さっきのやつなんじゃないか。さっきの光り輝いてたやつやね。ミナヘルの目も。イブ、このミナヘルとやらは楽しみを憎んでる。ちょっと待ってくれ。もう一回入り直せ。やり直さなんかな。異物はないな。手がかりを探してくれ。あの岩を登るのは骨が折れる。もう見つけてある。これだな。エロリエンとラーニウィスのように愚かな連中が他にドロイドの小物を見つけていないか確認しなさい。とりあえずアンキュルは眠らせるしかなかった。彼はあの異物の効果により早くやられてしまった。愚かにもあれを素手で触ったから。妙の感覚がするようになったら、部屋を離れなさい。水辺を歩いた方がいいかもしれない。新鮮な空気とそよ風は影響を緩和してくれる可能性がある。私たちはこの異物が引き起こすらしい最悪の衝動を抑えられるものがないか探している。この異物の力を抑制する方法を見つけてみせる。実際異物の作用に恒久的にどうにかする方法を発見できる日も遠くないかもしれない。でもそれには時間がかかる。できるだけドレッドセイルには近づかないように。奴らの規則的な生活は影響をそれなりに緩和しているけど、私たちが取り組んでいる解決法が完成するまでバランスを崩したくない。ミナヘル。なるほど。なんかだからその影響を受けるとなんかエロっちい気分になっちゃうってことでしょ。どうやら。井戸とかあんだな。どうした？生命の儀式の始まり。あらゆる生命が存在するのはそれ以前の生命が存在したおかげである。我々は全ての生物の喜ばしい創造を祝い、その歓喜に浸ることを、奨励する。適切な時期に儀式は、指導役の二人組と共に開始される。彼らの模範は風に舞う種のごとく拡散するだろう。情熱を分かち合うことは、生命の報酬である。次の月の周期に我々はこの力を受け入れる。完了すればその力は満たされ旅立つだろう。ドルイドは楽しみ方を分かってたようだ。なるほどね。だその異物の近くで合体すると
それが拡散されて、みんなもそういう気持ちになっちゃうってことだね、きっとね。だからピンクインだな、ずっと。この古い彫刻にはどんな意味が？なんか意味があるっぽいな。異物は見つからなかったか。残念だ。歩き回って疲れたよ。練りの部屋に戻りたい。あの彫刻はドルイドルものに見える。つまり場所はここであってるはずだ。手に入れたものの中に何か使えそうなものはあるか？儀式は月が満ち欠けする間続くそうだ。そりゃ楽しそうだ。でも鬱陶しくもあるな。そいつを持ってバスティリは行ったらどうなると思う？いや、報酬はもらわないと。あれを止める方法があるはずだ。ミナヘルのメモは異物の効果を抑制する方法に言及しているな。完璧だ。他人が仕事してくれるのは最高だな。なんだか知らないが、ミナヘルが作ったものを盗んで使えば安全に異物を運べる。ルランシャラを出て北西にある私たちのキャンプへ向かおう。クエンが戻ってたらこの先の進め方について考えがあるかもしれない。うん、クエンと話そう。じゃ別れた方がいい。キャンプで会おう。わかった。ミリア大丈夫か？何か面白いことがあるといいね。どれについて知りたい？私たちの関係についてどう思う？あなたは笑わせてくれるし、考えさせてもくれる。そばにいないと寂しい。これが友情だよね。友情だけ？それ以上のものはないの？よし、あとは？これは？クエントのキャンプか。ここに行こう。じゃないか。やらざるを得ないのこれ。リーフバイパーがいます。やり過ごした。奴らに何をされたの？ヘトヘトじゃない。すごくシビアな話し合いをしたんだ。実りの多い議論だったよ。ちゃんと本当のこと言えよ。練りと浜辺中を歩いて、あの崖に登って楽しんだら疲れ果ててしまったんだ。もうついてく元気はないよ。クエンにはこれまでに分かったことを話そうとしたんだ。さあ休ませてくれ。あなたがいてよかった。ウミンディオルも見つけたのね。彼の状態からしてなぜ行方不明になったか想像はつく。彼はあなたが何かを見つけたと言ってた。儀式の洞窟？そこで何か分かった？二人のシーフが異物を起動した。その結果、彼らは公職になった。ミナヘルには効果を弱める計画があるようだ。なるほど。私を見つけたシーエルフのベッシンを覚えてる？うん。彼が口説いてきたのはそういうわけね。なるほどね。うん、複雑な気分。異物が人に影響を与える間はルランシャラから持ち出せない。でもこれに対するシーエルフの計画を突き止める方法は分かったわ。計画は？ベッシンをピクニックに誘って油断させるわ。私が誘惑するから、あなたは何か美味しいものを持ってきて。え？潮だまりでブルーバックシルトクラブを見た。捕まえて東にあるあのいい感じの洞窟に持ってきて。はいはい。ベシンを誘い出すから。シルトクラブをじゃあ探してこよう。心配しないで。ベシンは私の誘いを断らない。軽く揺さぶっただけで連れてこられたわ。食事と酒で誘うのは少し危険だけどね。潮だまりでブルーバックシルトクラブを集めてから私のデートに参加して。誘惑の練習をしなきゃいけないわね。食べ物とワインはどこで手に入れた？あなたがウミンデュオルを探してる間にシーエルフの家に忍び込んだの。もちろん異物を探してね。
そこでちょっとくらいおまけをもらっても罰は当たらないでしょ、うん、なぜウミンディオルに他の珍味を探させないの？彼は自分の身に起きたことを詳しく語らなかった。でも不愉快だとずっと文句を言ってる。完全には信頼できそうもないわね。正直彼がどの程度腕のいい盗賊かもわからない、うん、盗賊って言っちゃったな偵察中に何があったんだ？大したことは何も。あなたは運が良かったよね。ドレッドセイルの品物には価値がありそうなものが少ないのよ。偶然たくさんのシーエルフが一緒にいるところを見たわ。あんな人数の忙しそうなのは不思議だと思ったけど、これでよくわかったわ、うん、これかブルーバックシールドクラブ。手に入れられない。手に入れた。どこ？ベシンと話す。ベシンはどこ？もうちょい先にいるね。練習はしたのかな、クエマは。拾ったものは私のもの。二人のもんでいいだろう。なんて賢いの。ドルイドの話をもう一度聞かせてくれる？穏やかで温かく、まるで君のようだ。おお、素晴らしい。三人目の来客とはな。今日はとても喜ばしい日だ。この麗しい女性に私の目は釘付けだが、少々スパイスが加わるのも悪くない。さあ座ってくれ。ちょうどリラックスし始めたところだ。友人からこれが気に入るだろうと聞いた。ブルーバックシルトクラブ。彼女が私の大好物を覚えていてくれるとは嬉しいじゃないか。美味しい獣が目の前に2つもある。知っての通り私はシーウィッチだ。しかもかなりの実力だ。その力を見たいか。近いうちにミナヘルよりも強くなるだろう。印象的だ。どこでその技を覚えた？崖沿いに研究室がある。そこから他のドレッドセールを見下ろすことができるんだ。素晴らしい眺めだぞ。君たちも来るといい。私の能力に感心したミナヘルから内側の洞窟への鍵を受け取ったからな。友人とその技について論議しよう。じゃあ議論だな。許してちょうだい、弟子。ちょっと友達に頼みがあるの。私たちよくやってるわ。ベシンはリラックスして自慢話をしてる。狙い通りよ。彼がすごくハンサムなのを気づいた？もう鍵を持ってることを漏らしたわ影響出ちゃってる。そのうち異物を制御する計画も明かすはず。シルバーブルームが必要になると思う、うん、シルバーブルームとは何で、どこで見つかるの？珍しい銀の花で、シーエルフには珍味と考えられてる。なるほどね。島のこの辺りに生えてる一部の木に咲くの。運よくここから南西のところで見かけたわ。少し丘を登ったところよ。偵察中にメモを取った、うん、ベシンはシービッチが洞窟のどっかで研究していると言っていたな。聞いてる。彼から異物を制御する方法を聞き出せたら洞窟に忍び込んで手に入れられる。シルバーブルームを取ってきて。彼にはあの濡れた青い唇で話を続けるように仕向けておくから。あとすぐ戻る。大丈夫かなこれ。持つかな。悪い子だ。何を企んでる？まあいいけどね。ねえ、やっぱ盗賊ギルドでのクエンの話ってちょっとね。重い話ってこともないけどさ、ちょっとなんだろうな、クエンがちょっとかわいそうになるというかね、うん、そんな感じだからさ、なんかこういうなんか明るい話題に
園が関与しているのはちょっと明るい話題なのかどうかもあれだけど、なんかちょっと見ててちょっと喜ばしいというか。もう一個か。よし。よっ。よいしょ。私は魔法の品を作れるの？どんなものなのか興味があるわ。何でも話そう、君のためならね。シルバーブルーム、珍しいごちそうだ。さすが我が燃える海の花、私をよく理解している。素晴らしい女性だ。君も素晴らしい。さあ座ってリラックスしてくれ。鎧も脱いで。シーウィッチとして訓練を受けたと言ったな。どんな魔法が使えるんだ？我々は仕事を命じ、儀式や治癒を行う。私の主な役目はルランシャらを侵入者から守ることだ。この目からは誰も逃れられない。なるほど。我らの良き友に見つけた異物について話していた。非力な船員に影響が出始めている。私は平気だ、意志が強いからな。出てるよめっちゃで、この異物をどうするつもりだ？ミナヘルが解決方法を見つけた。無論私の助力あってのことだ。船の帆布に対抗呪文を吹き込んだ、うん、とても複雑なものだが、異物を追えば影響を抑え込めるはずだ。なるほど。そうすれば同胞たちは仕事に戻れる。印象的だ。お互いそうしよう。ん？お互いそう思う。なんだそれ別のいいものを持ってきたの。アバーズスペシャルサイダーよ。一気に飲み干して。乾杯。名前を聞くのを忘れてた。まあいいか。すごく強いな。もしかしたら、眠り薬の効果にはいつも驚く。じゃあ鍵を取って。はいよ。ベシンの鍵があればシーウィッチの住処に忍び込んで異物を取ってこられる。異物を封じ込めた後ならね。ウミンディオールにもう一度チャンスを与える。キャンプに戻って彼に情報を伝えて。私は残ってベシンを少し楽にさせてあげないとまあ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 好きにしてください。ベシンの鍵があれば。ごめんね、クエンじゃなくてベシンを調べたいな。キャンプに戻って分かったことをウミンディオールに知らせて。分かった。ベシンが大丈夫か確認したい。どうぞ確認してください。確認するのかな。確認。まだしっかり見てるね。ウミンディオールはどこにいるの？少なくともメモは残してった。なんだって？近くにいないなら組む意味はどこにあるの？クエン、放置してすまない。だがネリのことが頭から離れない。彼女を探しに行くことにした。ドレッドセイルから抜けるよう説得してみる。彼女に異物の場所を教えてもらえればこの依頼を終わらせることはくらいはできる。神々の加護があればここに戻ってきて合流しよう。待っていてくれ、ウミンディオール。ウミンディオル、なんて間抜け。話しましょう。ウミンディオルの追跡ばかりしてられない。仕事を終わらせないと。有能な人と協力しててよかった。ルランシャラに戻ってベシンが言ってた魔法の込められた布を探しましょう。彼は本当に美しくてセクシーよで、この布がどこにあるか心当たりはあるか。東にあるドレッドセイルの船のそばから始めましょう。布を折って覆いか何かにしてる人を探して、うん、
私は上の方の崖で、あのシーウィッチの洞窟を探す。鍵を使って中に入り、異物を手に入れる。わかった、魔法の…なんだっけ、ハンプを探す、崖で会おう。東の船に行って、その布を探してきて、うん、静かにやってね。ドレッドセイルのシーウィッチに何者かがあの異物を狙ってると気づかせたくないから。ウミンデュオルが傷つけられて真実を吐いたりしないといいんだけど。結局彼は起動した異物に強く影響されたのか。やめて、彼が何の影響を受けたかなんて分かってる。彼女はドレッドセイルの海賊、危険よ。殺されなくて幸運だったわ。なのに危険へ舞い戻るなんて、よくある話ね。で、彼を探す必要あるか。ええ、そう思う。相棒を見捨てるのは仕事に失敗するのと同じぐらいまずいでしょ。そうだな。この仕事を見つけたのはウミンディオルだから、彼がいないときっと報酬ももらえない。でも本当は見捨てたい、心から思う。まあ助けてやろうよ。面白いな、このクエスト。寝てるね、まだ。気持ちよく寝てるわ、ベシンは。やってますね。あなた方がやっててくれると私の仕事がはかどる。おっと、待て、気のせいだよ。正規でクエンと、ね、誰か通ったな。敵は全然いない。この上だ。はい、見つからない。気のせいでしたね。し、こっちよ。布は手に入れた。手に入れた。シーウィッチが何人かこの扉を行き来するのを見た、うん、私の勘では
ここが正しい場所よ。他のどのドレッドセイルよりも高い場所ってベシンが言ってた。まだ鍵は持ってるんでしょ。出ないと困る。ここに持ってきた異物を追う魔法の布も。なら行けるわね。早速忍び込んで異物を奪い脱出しましょう。ドレッドセイルはまだ気を取られてると思うから、騒動を起こさなければきっと大丈夫よ。注意は引いてしまってるけどね。うん、異物は手に入れた後でウィンディオルを探すべきか。そうすべきだと思う。でも異物を手に入れてからよ。あのバカのせいでこの仕事が何度潰れそうになったことか。あいつは絶対に前回あなたが見つけた場所にいる。じゃあ準備はいい？行きましょう。異物を手に入れよう。じゃあ鍵を準備して、うん、あともう少しよ。洞窟で暮らすんだったらもう少し綺麗に片付けるけど。あれは高そう。持っていこっと。これ？黄金のメダル。ついでに光物を拾っていかないなら真っ当な盗賊とは言えないでしょ。そんな、これはシーエルフのものじゃない。あの間抜け。これが何かわかるか。ええ、わかる。ウミンディオルのメダルよ。すごく自慢してた。トリビュートの大会だかなんだかでもらったんですって。彼は喜んでってわけじゃないだろうけど、厄介な状況に飛び込んだみたいね。急ごう。シービッチが彼を殺してしまう前に。わかった、行こう。なぜ私を縛り上げるんだ。まるで楽しくない。お前は私たちの聖域を破壊した。その筋肉で何かやってんの。うわ、心臓だねこれね。なんか良くないことをしてたみたいよ、どうやら。でどこで縛り上げられてんだあいつは。そういうこと？どうして私にこんなことをする。待って。海賊の仕事は待ち時間が長すぎる。アルモ、まずやめろ。ここくしゃ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 。大丈夫そうだな。楽しいのか。私が強烈な愛を与えてやる。ウミンディオルがどこにいるか分かった。どこだ。この洞窟のどこかに異物がある。とにかく頭を低くして耳を澄ませて。私たちはすぐに立ち去るんだから。ウミンディオルを見かけたら一応私に知らせて。一応ね。見ないよ。助けて、誰か助けてくれ。ほっといた方が良かったか。この異
物は渡さない。はい、だ。スリンデュアルを掴んで、ここから出よう。いるね。しばらく、あのままにしとこう。なんかないか。トランク。ドロイドのテーブル。クン、助けてくれ。鶴が止まってるんだ。痛い。あの間抜けを自由にしてやらないと。わかったわかった。異物は持ってる。他の部屋だ。はい。ああ、ひどい目にあった。こっちを通れ。異物は中にある。さあ早く彼を追いましょう。標的を探しにここに来ててよかった。シビッツの見張りを続けるよ。これか。役立たず。さあ異物にかかりましょうか。あの魔法の布をかけて。有効な古代の遺物。なんかディベラっぽさがあるね。はい、完璧。あれを掴んでここから出よう。話は外でできる。わかった。その前にこっちを調べさせてくれ。何もないか。ネリじゃなかった。ひどいやり方で私を傷つけたんだ。もういいか。ええ、仕事は終わった。手伝ってくれてありがとう。ネリがどうして私を騙す。もっと楽しみたいから人気のない場所までついてきてと言ったんだ。そしたらミナヘルに捕まった。まあ少なくとも遺物を保管してある場所は教えられる。私たちは最高のチームだな。やっと終わった。力を貸してくれて本当にありがとう。恋する男は全く役に立たなかった。堅実に考えるいい訓練になったわ。で、異物をどうするんだ。それウミンディオルと届ける。一緒にね。彼の手柄にさせるわけにはいかないから。もしかしたら彼の報酬ももらえるかも。そういえば、あの異物をお願い。もちろん異物だ。次はもっと準備を整えておくわ。事前に地勢を把握したり情報収集したりしてね。この仕事にはまだまだ知らないことが多いわ。でもとにかく忠実なパートナーに報いないとね。これが分け前よ。ありがとう。なかなかの強奪だったな。ふう、クタクタだ。なんでよ。それにそのふざけた態度は何。責めないでくれ。私は惑わされてたんだ。この異物には触らないで。私たちが届けるから。ネリのことを考えるのをやめないと。綺麗な髪で誰よりも素敵な目をしてるって話はもうしたっけ。分かってるよ。彼女はおかしなシーウィッチのために私を裏切った。でも私は寛大なタイプでね。その異物に影響されたようだな。そんなわけはない。断じて全て真実だったんだ。ネリだって同じ気持ちに決まってる。彼女は特別だった。他の誰とも違っていて、とても魅力的でものすごく強かった。大丈夫か、ウミンディオル。ん？ああ、もちろん大丈夫。一瞬我を忘れてただけだ。いや、一瞬じゃないな、しばらくだ。
クエンは今回の強奪に少しがっかりしたようだな。でも私は永遠に忘れない。クエンは嫉妬してるんだろう。また組む、またこのコンビのクエストあんのかね、今後。あっても面白いっちゃ面白いけどな。さあ、どうしようかな。買い戻るか。その前にこれだ。